ジャパンバーテンダースクールの校長の坪井です。よろしくお願いします。今日は私が校長しておりますジャパンバーテンダースクールのですね、教科書の1ページ目に書いてあることですね、バーテンダーとは何ですかというふうな、そういうふうな項目があるんですけれども、そちらについてのお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは始めます。まずこちらに教科書がありまして、1ページ目に書いてあることは何かということなんですけれども、これはバーテンダースクールですので、バーテンダーの意味ですね、そういったことが書いてあります。ここに書いてあるのは、バーテンダーと呼ばれるようになったのは1830年ぐらいですね。アメリカで、そのバーテンダーという言葉がスタートしたというふうに書いてありますね。バーというのは、お店という意味ですね。酒場、お店という意味があります。そしてテンダーというのが見張り人、世話人とか、あとは相談役とか、そういうふうな意味があるということですね。ですからバーテンダーというのはバーの世話人とか、そういうふうな意味がありますね。で、テンダーというのは優しいとか、そういった意味もありますので、言い方を変えると、バーの、要はお店の優しい世話人というふうな意味があるんだと思います。私はバーテンダースクールの初めの授業の時に、生徒の皆さんに言うようにしてるんですけれども、カクテルを作ったりとか、お酒に詳しくてご説明をお客様にこうするとか、そういったことは当たり前のように大事なことなんですけれども、その前提にあるのが、バーテンダー、バーの優しい世話人でないといけないっていうふうなことを、いつも生徒の皆さんにはお話をさせていただいています。ですから、例えば私がよく例に挙げるので、こういったのがあります。お客様からのオーダーでですね、ウイスキーくれっていうふうに言われた時に、バーテンダーはどう答えるべきかというんですけれども、特に何も考えないと、一般的には銘柄何にしますかとかっていうふうに聞きがちかと思います。ただもし分かってる、お酒には詳しいお客様だとしたら、おそらく銘柄の指定は普通にするんじゃないでしょうか。で、そういうことを想像してですね、お客様が分かりそうな言葉ですね、例えばスコッチとかバーボンとかっていうのは、聞いたことがあるかなとも思いますので、もしウイスキーくれっていうふうにお客さんにオーダーされた時には、私だったらスコッチウイスキーかバーボンウイスキーか、あとは日本のウイスキーとか、お好きなものどれですかっていうふうにチョイスをしていただくような聞き方をするようにします。例えばそれが、じゃあ俺はバーボンにしてくれっていうふうに言われたら、バーボンはたくさんの銘柄の種類があるわけですね。だからそういった時に、聞いたことのあるような名前を、ちょっと出してですね、例えばじゃあ IW ハーパーっていう有名なバーボンがあるんですけれども、じゃあバーボンでって言われたら、かしこまりましたって言って IW ハーパーを持ってきてですね、IW ハーパーとかでよろしいですかって一言こう言えば、じゃあそれでいいよっていうふうに大体言ってくれると思いますので、それでそういうふうなお客様にこう恥をかかせないようなですね、やり取りというか、銘柄を何にしますかっていうふうにこう聞いてしまうと、それが答えられなかった時に、やはりお客様はやっぱりちょっと恥ずかしい気持ちになってしまう可能性がありますよね。ですからそういう時には何でもこうチョイスしていただく。例えばその流れで言うと、飲み方ですね。飲み方も聞かないと出せないですよね、お客様に。ロックなのかストレートなのかわからないといけないんですが、やはりその配慮の足りないバーテンダーがですね、よく聞いてしまうのが、飲み方どうしますかってこうシンプルにポッと聞いちゃうんですね。でもやはり詳しい人だったら、例えばハーパーだったら、ハーパーをソーダ割りでくださいとか、ハーパーをロックでくださいっていうふうにやっぱちゃんと頼むと思います。でもそれを言わないということは、バーにそんなに慣れてないお客様という、そういう可能性が非常にこう高いですよね。ですからそういった場合には、ハーパーまで決まっているんであれば、飲み方の方は、ストレートっていうことはね、ストレートで飲みたい人はストレートで大体いますので、ロックかソーダ割りか、水割り、バーボンの場合はあまり水割りにしないんですけれども、一応聞いてですね、私だったらハーパーなんですけれども、ロックとかソーダ割りとか水割りとか、お好みの
ますかっていうふうにこうお聞きすると、そこでもまたチョイスをしていただくってことですね。例えばロックがいいっていう人がいれば、まあ、ロックでっていうふうに言っていただければ、はい、かしこまりましたって言って、でそうしますとバーでですね、バーテンダーとお酒についてやり取りをしているっていう、そういうふうなこうシチュエーションになりますよね。ですからバーテンダーの方が、まあ、お客様をうまくリードして、そのようにこうなんていうんですかね、こうバーの楽しみ方をこう分かっていただくっていうふうなね、そういうのもバーテンダー、バーの優しい世話人のですね、まあ、いいサービスの仕方じゃないかなと個人的には思っています。まあ、バーテンダースクールではいろいろなことを生徒さんに学んでいただくんですけれども、ただ一番初めに勉強することっていうのは、このバーテンダーとはどういう職業なのかっていうことをまずは説明させていただいています。で最後に一つ、よくバーテンさんとかバーテンっていう言葉、テンバーテンダーではなくてバーテンという言葉があるかと思うんですけれども、こちらはですね、実はあのバーテンダーのなんていうんですかね、こうちょっと差別用語というか、そういうふうなあのイメージがあるんですね。でそれはどういう意味かというと、よく昔の言葉で風天っていう言葉があったかと思います。日本でいうとですね、で風天というのは、まあ、一つのところにいられない流れ物みたいな、そういうイメージがあるかと思うんですけれども、やはりあの、まあ、随分前の何十年も前のバーテンダーっていうと、割とそういう、 こう真面目な仕事じゃないというイメージがやっぱり強かったんだと思います。ですからバーテンってイコール一つのところにいられない、こうなんか風来坊みたいな、なんかそういう風なイメージがあったんだと思います。であとはもう一つ意味がありまして、バーテンダーではない、要は途中で切れてるわけですから、半人前という意味もありますね。ですからまあ私はバーテンダーですので、自分の職業のことをですね、バーテンとはあの絶対に言わないですね、バーテンダーと言います。要はあの自分が一人前かまた別としても、それを目指してますよということで、自分でバーテンとは言わないということですね。ですからまあただお客様から、知らない方からですね、バーテンさんとかね、こう言われた時に嫌な気持ちには全然ならないですけれども、ただ自分がこの職業をしている以上は、自分のことをあの呼ぶ時に、職業を呼ぶ時にはですね、やはりバーテンダーというふうに言いたいなとは思っています。まあ、この動画を見た方はですね、これから何気なくバーテンとかバーテンさんとかって言ってた人は、まあ、バーテンダーまで入れるっていうふうなのをね、気をつけていただければありがたいなと思います。はい、いかがだったでしょうか。インスタグラムやフェイスブックページからもですね、様々な情報を配信しております。概要欄の方から見れますので、ぜひご覧になってください。本日もご視聴ありがとうございました。